フアン・ルイス・ビベス。フアン・ルイス・ビベスは、スペインのバレンシア生まれの人文主義者で、教育者。彼は、異端審問の訴追を恐れて、スペインを逃れ、1509年から1512年まで、パリで学び、1519年から、ベルギーのルーバンのカトリック大学で教育に、携わった。友人、エラスムスの助力を得て、アウグスティヌスの、神の国の膨大な注釈本を作り上げ、これは1522年に刊行された。そのすぐ後、彼はイギリスのヘンリー8世から宮廷に招聘され、その娘メアリー1世の教育を任された。1523年、彼女のためにキリスト教女性の教育を表している。イギリスでは彼は、オックスフォード大学の中のコープスクリステ学寮に寄宿した。彼はここで、彼の法学の学位論文を書き上げ、哲学の講義も行った。彼は国王にアラゴンのカタリナとの決別を解き、これによって王の機嫌を損ね、その保護を失うことになり、6週間の間大学の牢に幽閉される。その後、ブリュッセルに移り、その死に至るまで、そこに泊まった。亡くなったのは、ブルッヘにおいてである。彼は、数多くの著書を残しているが、その大半は当時支配的であった教育観を批判するものであった。今日、彼の最も重要な著作はデコーザゼコラプタラムアルティウムと言われている。これはフランシス・ベーコンのノーム・オルガヌムに匹敵する業績とみなされた。ありがとうございます。